中国ではモバイル決済の利便性が向上し、海外クレジットカードの受け入れも広がっています。長期会の継承地では100人以上の外国人観光客の多くが QR コードをスキャンして手軽にお土産を購入しています。My friend showed me how to do it. Very easy, very user friendly. また、フォトセイアンの文化的ランドマークの一つであるカ西宮では、カメルーンからの留学生がお土産を購入していた。It's an introduction book about Xi'an. I paid using my my card, my international bank card.このほか、複数の地域で海外クレジットカードによる決済が爆発的に増加している。截至5月末、四川全省外卡交易金額同比增長 42.9%、 重点商户实现外卡受理全覆盖。